ダビッド・フランクフルターは、ユダヤ人。医学生だった1936年、スイスにおけるナチ党の指導者だったビルヘルム・グストロフを暗殺したことで知られる。フランクフルターは、クロアチア中部の都市ダルバル、ダルバル、1909年当時は、オーストリア・ハンガリー二重帝国領で、ラビの母子フランクフルターとその妻のレベッカの間の、息子として生まれた。彼は、病気がちで、 治らない新スプリントを患ずらい6歳から23歳の間に7回の手術を受けたが、主治医は彼の寿命が短いかもしれないことを心配した。義務教育を終えると彼は医学の道に進み、ウィーン、ライプツヒ、フランクフルトアムマインで学んだ。しかし、ドイツにおけるナチスや繁栄だや主義の勃興を避けるため、スイスへ移り、1934年にベルンに落ち着いた。 ナチスという政党の危険を確信するに至ったフランクフルターはスイスにおけるナチス国外部門の指導者グストロフの動きから目を離さなかった。グストロフはシオン賢者の議定書をスイスで出版するよう命じるなど反ユダヤ主義の宣伝活動を続け多くのスイス人賛同者を集めつつあった。フランクフルターはグストロフ暗殺を決心し、 1936年2月4日のダボスでの犯行に至る。同日、電話帳でグストルフの住所を見つけたフランクフルターは、その日のうちにグストロフの家を訪問した。グストロフの妻のヘドビックが応対して、彼を書斎へ案内し、夫は電話中だがすぐ呼んでくると告げた。フランクフルターがグストルフの書斎で、ヒトラーの肖像画の向かい側に座って待っていると、 隣室にいたグストロフが書斎に入ってきた。彼は持っていた拳銃でグストロフの頭、首、胸を5発撃ち、妻ヘドビックの悲鳴の中を臨海へ逃れ、電話を貸してくれるよう頼んだ。彼は警察に電話して殺人を犯したことを伝え、そのまますぐに警察に出頭して起こったことを話した。彼は逮捕され、クールの街で同年12月9日から暗殺の罪で裁判を受けた。 ドイツでは、この暗殺事件は、ナチス指導者が初めてユダヤ人に殺された事件として、大々的なプロパガンダに使われた。グストルフは、ヒトラー以下首脳陣の並ぶ中、故郷、シュベリーンで国葬に付された。一方、スイスで多数派を占める、反ナチス派の国民からは、グストルフ暗殺は望ましくない事件とまでは、受け止められなかった。しかし、 スイス政府は中立を維持するためにもこの事件を厳格に起訴し、結果フランクフルターは有罪となり、懲役18年の刑を受けた。第二次世界大戦が終わりに近づいた1945年2月27日に、フランクフルターは恩赦を願い出た。6月1日、彼は国外退去と賠償金及び裁判費用支払いを条件に、恩赦を認められた。 彼は釈放後テルアビブに旅してそのまま移住し、後にイスラエル国防省に勤務した。フランクフルターは解雇録を1950年に出版した。スイス政府は1969年9月、国外退去命令を無効としている。ありがとうございます。